エロンガプス。そう、これね、なんか今日届いたんだよね、勝手に。ついに手でやりだしたね。でかい、でかい。でかいよね。ちょっと待って、めっちゃでかいんだけど。禁止瓶を交換するのはわかるんだけど、思い入れのあるやつってなんやねん。とトラックに聞いてみる。そう、さっきね、思い入れのあるやつの禁止瓶を交換するよって言われたんですけど、思い入れのあるやつがちょっと浮かばなくって、いっぱいいるから。動画撮ったじゃないですか。え、何の動画だろう。まだ見てないんですよ、こっち側。なんか並べてはあるんだけど、禁止よね。うん、禁止禁止。割と、わかんない、何？いや、それは問題ありですよ。思い入れのあるやつだって、もうグランディスコッキーはマットだし。ひっくり返してくださいよ。あー、エロンガトゥス。バリーフタマタ。なるほど。なるほど、なるほど。これは思い入れあります。なるほど、めっちゃ覚えたからね。でしょ、うん、パリの原名とかね、いろいろ覚えたやつの。うちに来た初めての外国さんがセアカ二股で。そうですね。いや、懐かしい。なるほど、なるほど。その T シャツは何ですか。あ、そう、これね、なんか今日届いたんだよね、勝手に。勝手に届いて、なんか L 寸でさ。あ、僕用ですね。だよね。なんか勝手に作っとったんよね。うん、着ようかなと思って。うん、すごいいいことない？すごくいい、すごくいいね。グロコフちゃんも可愛いよ、アップで見るとさらに。うん、うん、すごくいい。結構綺麗にできたね、これ。すごい綺麗だよ。やっぱあの元のあれがいいからじゃない？これはもうあれですかね、即作りますかね。作りましょうか。うん、可愛いよ。うん、大量発注かけましょうか。かけましょうかね。うん、はい。で、これを公開していくんですね、今日は。そうです。もう3ヶ月経つかな。もう3ヶ月経つんだね。うん。なるほど、なるほど。で、まあちょっと体重を測りながら。うん、ああ、アットダイムさんのスケールでやっていくんですね。そうです。やっていくっていうことです。やっていくっていうことですね。はい、じゃあやりましょう。やりましょうか。はい、あれだね、でかくなるね、禁止が。そう、全部でかいの入れてやろうかなと思って。よし、どこにいるんだ君は。ここにいるっぽいね。うん、うん、じゃあやっていきましょう。はい、今日も散らかしちゃうのかな、あたいは。だね。大きくなってるかな。どうだろうね、食べてるやつと食べて、食べがあんまりなやつがいるから。そうだね、オスとメスかな。かもしれないし、イグイをしてるのか。うん、どれぐらいの大きさになるんだろうね。初めてやるやつだとさ、うん、どれぐらいの幼虫の体重でどれぐらいの大きさになるかっていうのもわからないし、まずそもそも成虫がどれぐらいの大きさになるかがわからないからね。そうだよね。調べれば出てくるのかな。まあ、多分出てくると思うけどね。うん、ごめんね、びっくりしちゃうよね、幼虫さん。あ、けど見えてるね。うん、見えてる。結構大きい感じじゃない。大きい感じに見えるよ。手でやっていくスタイルですか。イエスサー。よし、スタンバイ、ステンバイ、オン。いくぜ。幼虫さんの負担のないように早めにやっていく。はい、 15.38。 お、やってくれてるじゃん。そうなんですよ、さすが。 15.38。 あ、噛まれそう。はぁ、
じゃあ2頭目いきます。この子はどこかな。あ、見える見える、ここにいるわ。あ、本当だ。よし、やってくよ。よいしょ。幼虫さんを傷つけないように。割とさ、私がさ、うん、あの作業やってるよね最近。こうやって撮影になると。そうだね。ね、品種は詰めてもらってるけど。うん、動画外のことは。動画外をやってます。ね。基本ね。トラは基本もう最終に行きます。そっちになった。うん。最終と勝手に増資をする。シリーズだけです。トラの役割。そう。いいね、ポジションあったじゃん。そう、決まりました何かリクエストがあれば。ああ、そうだね、トラにこれやってほしいっていう。トラくんファンがいるからさ、男のちっちゃい子でさ、お子さんでそうだね。ね、その子とかはどんなのがいいんだろうか。けど最近ちょっとトラのお面をかぶってないけど、それでも大丈夫いいのだろうか、誰この人みたいになってないだろうかいましたか。うん、いますね。ついに手でやりだしたねいやーさ、私さ割とガサツだからさせっかちで、うん、だからスプーンでやっちゃうと傷つけちゃうんじゃないかなと。この前ザイも手で割ってたけどなかなかいないかもね、全手割り、うん、でもあれは柔らかかったからできた。そうだね、あ、書いたよね、さっき。うん、はい、いきます。どうかな。はい、 14.98。 14.9 だね、じゃあ 14.9。 15でもいいか、98なら。あ、待って、うん、15。あ、15だね。うん、うん、15かな。はい、はい、次3頭目。あと3頭かな、あ、違う、あと4頭ね、うん、4分の3です。意外と同じぐらいだね。そうだね。オスメスで差が出るのだろうか。出るよね。うん、さすがに。すごい、なんか食べ方が変わってるね。そうなの。こんな空洞になるっていう感じの。あ、うん、結構食べてるね。それ食い上がってるね、だいぶ。そういうこと、上にいるわやっぱり。うん、なんか頭がでかそうだけど。うん、そうだね、食べてるからでかいかもしれない。でかそう。でかい、でかい、でかいよねちょっと待って、めっちゃでかいんだけど、びっくりした。こっから見てもでかい。ほら、やばっ、めっちゃでかいよこれなんかおかしいよ、おかしい、おかしい、おかしい。 31.1、 31。すごい、いやー、びっくりした、でかい、明らかにでかいもん明らかにでかい、うん、これがオスだな。これがオスだよ。すごい、プリプリだよ、お尻も。すんごいな、これ。もうブリブリブリ、すんごいな。すごいわ。すいません、失礼いたしました。おお、おお、でかいなんか平均とかは分かんないけどとりあえずでかいよね。とりあえずでかいわ。うん、突入の穴が小さすぎたか、予想外だわ。びっくりだね。うん、こんなでかいんだ。あ、入っていった。おお、すごいすごい、よかった。いや、びっくりしたねびっくりしたね。さっきと明らかにでかさが違う、うん、倍ぐらいあった、うん、体重も倍だわ、うん、いや、でかかったね。でかかった、びっくりした、ね、うん、嬉しいね、ちゃんとでかくなってますね。この食べてるのがオスで、あ、じゃあ食べてない感じがメスかな、かな。じゃあこの辺からやってみる。そうだね、うん、それで考えると2オス4
メスだね。そうか、爆散セットだね。爆散セットだね。もうこれぐらいになると分かるね、オスメスは。あのデカさの違いだってこと。うん、うん、メスで 31g はないもんだよね。さすがに。はい、出ました。それもメスかな、大きさ的には。うん、はい。あ、分からんね。20ぴったりやね、あなた。ぴったりしようや。20ぴったり。やっぱあれだね、幼虫もなんかちょっと粗い感じがするね。粗い？動きがさ、なんていうの、おとなしくない。あ、うん、ちょっと気性が荒そう。うん、うん、そんな感じがする。20は分からんね。うん、どっちだろうね。うん、大きいメスかな。それそれでありだけど。それそれでありだよね。うん、ここにいますね。それはそんなに大きくはなさそうだ、ね、なさそうに見えるね。うん、うん、食べてる感じも。もう取っかかりを作って手でいくスタイル確立したね。そうなんですよ。けど男は手が入らんからね。それ。あ、そういうことね。うん、1500だったらいけるかも。うん、もう気持ちいい。あ、これは確かにちっちゃそう。そうだね。うん、はい、 13.84。 うん、メス。はい、はい、じゃあラストですね。でかいのかな、さっきの30、31がボスかな。あ、あれが今日の、今日のボスだよね、きっとボスでしょう。うん、ここにいるけど、まあ、まあまあまあ、けど空洞はあるね。そう、空洞がある食べ方はオスか。ちょっとでかそうじゃん。そうだね、うん、けどやっぱさっきのことじゃないのかな。どうなんだろう、開けてみると分からんね、やっぱね。来い来い。そうでもないかもな。いくよ。はい、あ、でもいい感じじゃん。 30.6 だもん。そうだね、うん、大きい。いいね。うん、どうだろうね、あの 20g がどっちか分かんないけど、うん、まあオスメスはいい感じに分かれてくれそうだね。うん、一番ちっちゃいので何 g だった？13g ぐらい。うん、すごいね、13と30って。そうだね。うん、だからあの 20g のやつがメスだったら2オス4メス。うん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 、でオスだったら33だね。ああなるほど、うん、まあどっちにしてもいい感じだね。そう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 、偏っちゃうとね、類代できないってなるとね、うん、厳しいんでね。よかったよかった。これはね、ちょっと赤みのある、そう、エロンガトゥスはね。うん、うん、いや楽しいですね。凶暴なやつだね。そうだね。はい、じゃあ今日はこのあたりで、はい、はい、おしまいになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンでヨネちゃんファミリーへカモン。はい、Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok、 あとサブチャンネルのヨネちゃん家の日常がありますので、そちらの方もよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。大きくなってね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。
チャンネル登録してね。